どうもありがとう。助かったよ。もういいんだね。もしもし、カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ、スッポン通りの。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。バイトの給料入ったし、大金だ大金。歩いてんじゃねえ。しばらく寝とけっての。Thank you.
あれ、なんでお前が。お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、八神くん。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって。付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭、羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ？早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だもん。それに大学同期か。さ、羽村の件だけど、もう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か？うん。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。ふん。真冬。なんだお前は。あれ、検事生、八神くん何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。ふん。そうか、君が八神弁護士。こちら森田検事生。それとご存知、泉田検事。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃ、また。君は今
探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみる。何もかもだ。もういいだろう泉田。やめましょう泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。お、いらっしゃいませ。今年の新作いい感じだな。
静かな街に突如として現れた謎の奇妙接触性復活症候群時が満ちた蘇りの過去。ありがとうございました。あの頃にいらっしゃいませ。西暦2080年今年の新作いい感じだな。生命と機械の融合ありがとうございました。突如として現れた謎の奇妙接触性復活症候群。今満ちた蘇りの過去。やめろ。しばらく寝とけっての。
ん？あの、ありがとうございました。八神だ。はい。歩いてんじゃねえよ。勘弁してくれ。時間食っちゃったよ。どうぞ。おい八神、なんで先に海藤だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。